名古屋市西区にある学生服販売店。こちらは主に名古屋市内の中学校や高校合わせて80校ほど、およそ3000人の生徒たちが着用する制服を扱っています。今は近づく入学式に向け納品する制服の仕分け作業が進められていますが、今年は例年と状況が違うといいます。ネクタイとかリボンしかなくて、あと上着もないとかなんかの、まあ、お一人お一人の、半分しかできてない商品がずっと置いてあります。例年であれば3月までにほとんどの制服を納品していたそうですが、今日も届けることができない制服が店舗に多く残ったまま。大体が今日ですとか、もう3月の下旬がピークにはなってるんですが、今年のピークとしましては今度の日曜日、月曜日がピークになります。これ販売としてはどんな感覚ですか？そうですね、ギリギリ、もう本当にギリギリです。制服の納品が今年に限ってはこれほどまでに遅れている理由は、全国的に使われてた黒の爪襟と紺色のセーラー服ですね、そういったものがほとんどがブレザーのスタイルに変わっておりますね。学校ごとに分かれたことによって作業が全てについて細かくなってしまったっていうのが時間のかかる原因の一つだと思います。近年従来の学ランやセーラー服から男女問わず着用できる仕立てのブレザーに多く切り替わってきていて、制服のジェンダーレス化が進んでいます。その影響で様々なデザインの制服を作る必要があり、じわじわと納期が遅れてきたといいます。黒の生地だけ用意して作るというわけにはいかないのです。中にはこんな状態の商品も。これがリボンを一つ入荷してますもんですから、それで待ってる状態です、はい、これ要するに、はい、リボン以外はまだ来てません。納品するにはその他ブレザー、スカート、シャツなど一式揃えなければなりませんが、まだメーカーから届いていないものも。この店が納品する2023年度の制服は中学高校合わせて23校がモデル変更。去年と比べてもやっぱダントツに多いですね。去年の秋頃からバタバタと変更決定の知らせが入ってきたそうです。このためメーカーや販売店はてんやわんやの状態に陥っているというわけです。多くの学校の入学式がおよそ1週間後に迫った今、販売店としてできることを伺うと、できるだけお客様にこう親切にこう説明をするのみですね。